お疲れ様です。仕事終わってからちょっとギターで遊んでました。セルダーを実験台にした銅箔シールドによる、ハム対策ですけれども、まあこの辺が私ができる精一杯かなってとこまでやって、でちょっとさっき音出しして、実用レベルかな、どんなもんすかねみたいな感じで度を上げときました。リンク先貼っときます。これが精一杯だな。これ以上わかんない。プロだったらもっとできるなのかもしれないけれども。で、やったことはというとですね、これですね、その新しいピックアップのところに、銅箔を巻いて、それでハンダ付けして、スズメ木線で、引っ張り出してきて、でこれをピックガード裏の銅箔のところに、くっつけて、アースをしています。それからね、なかなか引き回してたやつを配線カットして、最短距離で済むように整理をつけました。それからアースなんですけどもね、ボリュームポットのとこに全部アースを集中させています。それからその座繰りの方の、銅箔も、直接黒い線で、引っ張ってきて、ボリュームポットのところに、つないでいます。これによってアースしています。まあピックガードの金あの銅箔部分と、それから座繰りの部分の銅箔部分を接触する部分作ってあるんで、それでもアースは取れてると思うんですが、まあ念には念を入れて、ハンダ付けして、その銅箔の部分と、ボリュームポートを電気が通るように確認しました。こんな風にしたんですね。ということで、まあこれ以上は分かんないな。まあこんな感じが精一杯で、あとはまあこれをちょっとこう、フィードバックして、白ローズだとか、黒い、スクワイヤーの電磁波対策やってみようかなと思ってます。で、あんまりにもね、5台も持ってるとちょっとなんか、ちょっと管理が大変だしということで、誰かに差し上げますなんて話をしてたのですけれども、コメントいただいて、カズ T さんでしたっけね、カズ T さん、差し上げますんで、ただ連絡先をですね、教えてください。コメント欄のところに私の仕事場の住所を書いておきましたんで、お電話もいただいたみたいなんですけども、お手紙か何かの方法で送り先を教えていただければ、梱包して、ちょうどスクワイヤーが届いた時の梱包をまだ捨てないでおいたんで、これを活かしてお送りしたいと思いますので、このレベルで良ければね、このレベルで良ければ、ご連絡ください。お送りいたします。差し上げます。はい、それじゃあ。